はい、どうもすんです。パワープルアプリサクセスやっていきたいと思いますね。はい、今回は泉を使ったデッキですね、やっていこうかなと思います。こういうデッキなんですけど、おそらく固定が守る優化古谷明神泉で、このノアの枠ですね、ノアの枠を浅上持ってる人は浅上、浅上がいない人はノアみたいな感じなのかなと思いますね。はい、でもノアだとその二次得が取れるんでね、今回編成としては深海道、深海物球、深境心臓が取れる組み合わせなので割と査定は漏れる。そこを浅上にしちゃったらね、失敗しちゃったら変幻自在だけですし、今回侍ないんで、それだけなんで査定としてあんま期待できないって面もあるんで、もしかしたらノアの方がいいかもしれないね、本当に。自分レベル低いんで、っていうかデッキ全体のレベルが今回絶望的に低いんでね。なんで泉を40にしたかというと、こいつあれなんですよね、前の動画で言った通り変化球ボーナス6がいきなりつくテーブルではあるんですが、50になったら、50の、泉1回使ってもね、言うてその変化に関してはもう得意練習が1個増えている関係でタップタップなんですよね。はい、なんでもう言うても50の恩恵ってそんな今回ないのかなって思っても40で妥協しております。はい、一応初期評価が高い、レベル60でね。はい、ということで一応センス丸でやっていこうかなと思うんですが、だいぶ見すぎましたね、あれ。入るデッキがない、スキー速。入るデッキを間違えたり、まずセンス丸が出なかったりと、割と石を浪費してしまったんで、本当にガチャをどうすればいいのか迷っています。では、まずノアの評価ですね。ノアの評価を言いましょうというわけで。で、泉、割と性能、イベントですね。イベント的には強かった。同盟の代替として使うわけですが、一応、SR イベント2回目で伸び骨がもらえたり、イベント数としては同盟と一緒ですね。前例は1回の SR3 回っていう感じ。で、こういうレベルも割と離れてなくて、みんな、サムラだと28で離れてたり、サタンだと13で逆に低かったりしたんですが、今回割と、みんなレベルが整ってくれている。そこは割とありがたい点ではあります。はい、どうしよう。で、変化を伸ばすためにはやっぱり変化ポイントじゃなくて技術精神も必要になってくるんですね。はい、その精神ポイントが泉がもともとビジュアルってことで精神は稼げるのがいいところですね。はい、こういう感じでいつもアイドルバトルステージで赤が多かったら結構積む状況があるんですが、今回泉がビジュアル取ってくれてるんで入賞の可能性も一応出てくるっていうのもありますしね。はい、どうしよう、これかな。ですが、ここのノアの編成を浅上にしちゃったら、あれなんですね、ガードだから筋力の役割が取れないんですよ、最初から。なので、誰か1人、役割をガードに変えて、で、筋力を稼いでいかないといけないので、もしかしたら浅上よりノアの方が使いやすいってとこもあるかもしれませんね、はい、今回に関しては。どうなんだろう。とりあえず、新ドクター K が実装するのを待ちましょうか。で、守る1回目と。今回、マネキは持ってきてないんで、ちょっと走るかも。ここがちょっと心配。で、ノアが一応溜まりましたと。ノアのイベントがいつ来てくれ、絆イベントがいつ来るかっていうのが大事。オッケー。これ本当に大事。オッケー、スーパークロス。おー。で、これ、泉のコツが東大駆動と伸びと緩急と手応えなんで、手応えを早めに潰して、緩急をもらったら潰す。で、東大駆動と伸びが欲しいですね。特に伸び。でこのデッキ一応精神が不足。ああ、経験というか。名字は下です。はい。一応技術か、ごめんなさい。技術が、これ、泉1回目ですね。上がいいやつ取れて終了。真ん中がなんやかんやで終了。3回目が継続ですね。はい。一番下が継続と。はい。おお、いいね。割といいですね、流れが。泉が割といいタックを引いてくれると。筋力ボーナスを持ってくれてるんで。で、技術が不足しやすいんで、あれですね、バウンサーの役割を大切にしていきたい。ここでノアは体力消費して、でもこれは臨床取りに行きます。お、また来た。あ、でもスタミナか。ならこれ、あ、でも泉からこれコツ。さっきはコツもらえなかったのか。一応、コツ潰しもしないとね。東大駆動でももう取った方がいいのか、これ。今回やっぱ精神がきついよな。伸びコツ狙いに行きたいと思いますね、はい。カチンリリースあたりはね。ちょっと、あれで、技術が辛いね、今回。緩急か、はいはいはい。でもやっぱり、その、デッキパワーが低い。優香も、なんだ今の表示、今の表示なんだ何も書いてなかったけど、大丈夫か、で、そう、優香が、PSR 覚醒で技術ボーナスをつけていられてないんで、
それがおそらく原因でしょうね、うん、だから優香を早く覚醒したい。あー、守が行き過ぎちゃうんでこっちですね。はい、どうだった今のは。微妙なラインではある。アイドルバトルステージは割と良くないな結局。30-30-30か。このバランスがいいですね。はい、こうかな。でもこうかな、うん、このような気がするんだけどな。ハートをできるだけみんなに与えて、今回ドクター K も取れるんで脱三振のコツは割といいですね。はい、オーナイス。技術が不足しやすいんでね、こういうのを引いていきたいですね、なるべく。やっぱ浅上がいない分コントロールタックっていうのは起きませんしね。はい、これいつもならまあ無理して東大工堂のコツとか取りに行くってタックもあったんですが、あの泉から東大工堂のコツがもらえるんでね。はい、これで泉2回目で伸びコツもらいます。はい、これいいですね。はい、で、そうです、そう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 、東大工堂のタクを東大工堂のコツが泉からもらえるんでタクは一応選べるってことですね。はいはいはい、もうね、動画見返してね、もうね、ことあるたびに、まるで呼吸のようにハイハイと言ってるのに、ちょっと今気をつけているわけですが、うん、治らないですね、癖が。のはナイス。で、技術が足んねえな。ただ、一応やりやすくはなってんのかな。根骨が、そっか、根骨は泉からもらえるのか。ここどうしよう。これなら、これ30、これどうしましょう。迷いどころであります。これわざわざクロススリーも言うてないと思うから、優香の評価上げつつ、スカウトの評価上げつつ、レベル31で揃えましょう。クロス。あー、良くないな。やっぱクロスラインってハマらないんでね、そこは気をつけたい。うん、まあ、使ってみたってやつなんですが、一応、その、まあ、ハマらない高校でやってるわけですし、うん。まあ、マントルでやるのもいいと思ったんですが、まあでもより実用的な例としては、まあやっぱりマントルよりクロスナインかなっていう風で、まあクロスナインでやっておりますね。はい、で泉がやっぱりその変化球練習が1枚増えるってことで、変化としては77でいつも止めていたっていうのが777になったりとか、そういうのもできるようにはなりました。やっぱ変化が1枚増える。しかもそれにノアのタック、エールタックとかが乗ってくれたらさらに強力になりますからね。あ、これいいな。これ40あたりで揃えられればいいんじゃないでしょうか。あー、伸び骨。俺の伸び骨が。そう、沢村を抜くことによって、その、フリアが確定じゃなくなるんですね、金徳は。あ、そこは本当に気をつけていきたいね。うん。一番最初使った時もフリア重くそ失敗しました。っていうか、これ全部落選してるやん。大丈夫ちょっと心配になってきたんだけど。しれっと全部落ちてますよね。うん。これワンチャンタイブだぞ。はあ。まあ、40あたり揃えたいからここかな。で、優香と守がまあ同じような感じになってくれて、ちょっと体力がきついな。はいはい。だから経験点としてはどうだろう、ハマってはいないね。うん、だからその泉の強さを見せつけていきたいところであります。何点ぐらい出てんだろう。4000ぐらい、4290か。ミートが5成長しましたと。いいね、育ててるね。あんで、何もやることないんで、これ遊びます。明神が走ってから、小川の3回目は行きたいと思います。これ真ん中で体力回復弱体上だと。おい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 。あ、いいね。いいんだけど、いや、でも、行くべきかな。もうちょいいいタックのとこに行きたいな。で、明神走りましたと。で、これ、フレアは敏昇のタックを選びに行きます。いいタックが起きないね。うん、失速というか。まあ、こういう感じで筋力がちょっと多めになっちゃうのかな、やっぱり。同衛を抜いちゃった以上、技術ボーナスのキャラが1人減ったっていうことですからね。うん。そこはちょっと厳しいな。
だから同盟のありがたさが分かってくる。コントロール練習がいないんでね、地味にきついんだよな。で、強振動取ってますね。はい。で、新強振動と。相棒ならこういう感じでお茶を濁すこともできる。強っ。強っ。筋力ボーナス強えな。うん。これ見たら分かりますけど、経験点が圧倒的格差ですね。これ、伸び骨欲しいね。うん。経験点の圧倒的な格差ですね、これは。うん。さあ、筋力がバカみたいに多いと。フリアって技術ボーナス持ってたっけ？なんか、そいつらエプレインテーブル。どうだろう？持ってたかな？うん。多分フリアの鍵ですね。本当は、あ、そっか。で、泉、根骨をもらえるんで、そこいいですね。おい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 。いろんなもんを患ってんぞ、こいつ。いろんなもんを患ってんな。ここはまあ、クロス練習。もうちょっと変化を稼ぎたいね。泉の特徴が出てない。まあ、変化ボーナスない状態といえども、まあ、変化練習一つ増えてるっていうのは偉いことですから。今回技術に関してはちょっとシビアだな。うん、変化を伸ばす上で、まあ、精神の保証は入ってるんですが、技術がですよね、問題は。あ、これはまあ、50ぐらいで揃えられればいいかなと。泉が行き過ぎているけど、これいいな。これよくて50あたりで追ってやっと優勝しましたね。おめでとうございます。ちょっと役割変えていこうか。そろそろ技術がしんどいな。でもしかし技術がしんどいと。これ優香はあの個別で上がってくれると思うので、どうしよう。ノアを上げて下げるか。ノアをお悩み4回も登ってるんでね。OK 10上がってくれたんで、これ下げますね。ダンスにダンスに落とし込めて、あ、ノアか、ごめんなさい。で、そう、優香が、で、これで個別でドドンと上がってくれれば、上がるでしょうね。OK って。で、フィードバック入ってきたけど、不眠症がうざいと。おー、これ強さ出てますね。やっぱ優香と、あれです。優香と、まひるじゃない、まひるじゃない。ゆうかと、ごめんなさい。名前忘れた。しげの、みちるじゃない、みちるじゃない。アホです。泉だ、そう。ゆうかと泉が重なってくれて、しかもノアのエールタックも重なってくれたら、もっと強かったと思いますね。はい。名前ド忘れするとは、実況者としてあらんことを OK。明神から伸び骨をください。伸び骨をください。伸び骨をください。よい。で、しげの家にいて、これが、上が体力プラス20、下が体力消費のなんか経験点27オールで、一番下が体力最大値アップの体力マイナス13の筋力40点なんで、今回、体力がないんで上です。これやる気回復もしてくれますね。はい、本来は。あ、微妙なんでこれ、不眠症直して。あ、くそ。で、コントロール、お、ナイス技術。で、もう筋力は大丈夫そうな気がするんだけどな。まあ、油断はいけないんですが、それより技術がしんどそうなんで。どうだろう、経験点7994。ミートが5成長しました。こいつミートしか育ってねえな。だからもうちょい、おお、ほら、優香と泉が混ざってくれれば、こういう感じでやっぱり伸びるんですね。はい。なんで、変化に関しては以前よりは格段に楽になったんですが、やっぱり技術がないですね。精神に関しても大丈夫ですね。その心境心臓 OK、 心境心臓を取るっていう面で割と精神が安定してくれるのは嬉しい。OK。これ何依存なんだ。とりあえず西取りかの、西取り OK です。はい。で、これフリアがまだ走ってないんで、それまでに筋力を稼いでおきたい。おお、いいね。いいね。これ、泉から、あれコツ、東大工が欲しい。ジャイロボールか。あ、フリア1回目か。フリア1回目か。ちょっと今、フルエゴになった。あぶねえ。フリア1回目か、あぶねえ。いや、だいぶ取れてるね。はいはい。で、ドクター K、割と査定は低いんですが、まあ、金属、あるに越したことはねえのでね。で、このターンは休みましょう。不眠症治れ。くそ。で、1回、2回目と。そう、今回フリアとの怪物クイーンもあるんで、これ走るかどうか大切。3人。お、いいね。今回60で揃えましょう。じゃあ。で、はい。
はい、泉ちょっと行き過ぎだなそれは。あでもいや行き過ぎなのは悪いっていうか良くないんだよね。いやーでも行くかこれ66でもみんなもう個別相談しまくるかな。てか1回しか入賞してない、これひどいな。今回散々でしたね、落選優勝落選って。あこれいいな、これよくて、ならこれ守るというかと、これあお悩み相談3回残ってるんで守るガン上げしてみんなガン上げしましょう。優香もガン上げして10、12か。フリアもガン上げと、これがいいのかどうか分かりませんけど、まあ、今回はそういう感じですね。もうちょい役割を揃えられたらいいと思ったんですけど、でもまあ守る以外役割、一応そのハートは埋められたんでね、いいこととしましょう。でフィードバックは割と入ってる印象 でフリア2回目、頼むどうにか優香と別々で来てほしい。で一応怪物級遺体機も OK ですね。はい、コツとしては割と取れている方ではあります。でこのターンは通院ですね。はい、これどっち治るんだ、印象が治ったか。いやこれ強みを生かすか。フリア頼む、走んな、フリア走んな、OK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  よし、虹毒 OK。 で一応これで虹毒待機と深海道と深海物系の待機ができると。これでフレア通るかどうかなんだよな。今回サムライいないから確定じゃないんですよね。これどっち行こう、これもう無理に練習行かない方がいい。まあ行くなら守るか。まあ守るの技術ボーナスがどれほど急速タックに絡んでくれるかっていうのは大事ですね。で守る2回目とオッケー、走っ、オッキーよし、これでダブル二次得ですね。だから浅髪使うよりもしかしたらノア使う方が強いいかもしれない、もしかしたらね。で守るも走りましたと。でイベントはまあいつも通り走る方ではある。ただ基礎能力上げられてないな全然。あと変化も、今回変化に注目していきたいのに、大事な変化はその問題の変化が上がっていないと。やっぱ技術が辛いね。まあ、優香普通は使えるんですよ、みんな多分みんな使えると思うんですが、自分は、ね、優香を SR でしか持ってないので、一応優香 SR でも立花総一、エプレミ総一郎テーブルで強いっちゃ強いんですが、やっぱり少しハマらないので技術ボーナスないっていうのは辛いですね。同衛がそのいなくなってるんで今回、うん、同衛がいなくなってるんで、そこの分どうにかケアをしないといけない、優香をそこで埋めないといけないんで、ね。まあ、沢村はね、もともと基礎ボーナスなかったんで、そこは大丈夫でしたが、やっぱり同衛がなくなるっていうのは、リスクはあるね、やっぱり。なんで、フレアを外して同衛を入れるって選択肢もあるっちゃありますね。やっぱりコントロール練習2人が今回抜けているわけですが、抜けているわけですから、まあ、いつもよりその技術は辛いね。だから、優香使うとしたら、やっぱ PSR 前提になるのかなって今回は思うね。まあ、変化に関してはね、やっぱりまあ問題はないんですけど、その優香入れてるし、1枚増えているわけですから、その変化の得意練習が、しかもそれがノアで重ね書きできるので、問題はやっぱり技術。あ、コンコツをいつ早くもらえるか、球速コツをいつもらえるかっていうのが本当に大事。いけるかな、171コンスタ101、まあ、スタミナどうかとしてコントロール生きるかなと、急速。まあ、どうにかこの後、パーフェクトクロスでどうにかやっていくしかないですね。まあ、練習に何枚重なって、そこにノアが重なってくれるかどうかっていうのは非常に大切になってくるんですね。それさえ気をつければ、本当に。金徳としてはね、やっぱり二次徳3つってパワーがありますから。OK。よいしょ、OK。そして勝ちましたと。一応、まあ続けてみるかな、サクセスとしては。あ、でもね、よくないね、やっぱり。これ、あれですね。揃えましょう、レベルを。あー、起きない。全然起きない。まあ、技術が稼げるのはいいんだけど、いいとは言えないよね。はいはい。休もう。ガチで。
ガチで頼む。泉はそのいい活躍はやっぱしてくれますね。練習効果アップ20と筋力ボーナスが固有でついてくれてるので、そのレベル35でも割と完結しているテーブルでもあるのでね。優香じゃないと泉の強さを見せつけてるんですが、問題は優香ですね。本当に優香の S あるじゃん。あ、ちょっとしんどい場面はやっぱりあるね。頼む、いいの来てくれ。あー、いいっちゃいいね。いいっちゃいいんだけど、インパクトはない、いまいち。来ちゃったよ、甲子園。まあ、これはもう確実あれです。運の問題ではあるんですけど、まあね、どれだけそのキャラが強くても、まあ、極論、最終的に突き詰めていくと、やっぱキャラがどうこうってなってくるんでね、確率の前には勝てませんよ。まあ、行くわけですが。このハートがポポンって減っていくことが嫌いなんです、自分。もうね、もう、うわーってなります。本来なら変化も777ぐらいまではいける。で、球速171、コンスタ101いけるかな。とりあえず、それプラスの査定と二次得3つですね。今回の何よりの魅力は二次得3つなんですよ。新強心臓、新怪物球威、新怪魚っていうね。はい。なんで、そこの査定というのを見ていきたい。ただ優香、本当にお前本当に優香、お前の技術ボーナスが俺は欲しいんだって。どうにかこれはもうハゲで進めていくしかないな。ただ優香がテンプレ入りしたことによってやっぱり出来としては安定するっちゃしますね。はい、ち今ごめんなさい、画面拭いておりましたので変な音がしたと思うんですけど、てか今外雨降ってんだよな。窓開けながら今実況しているわけですが、外に聞こえてないか心配ですね。やばい、 OK、投球操作については割と雑です。はい、なんかこんなことで時間費やしていられないというか、自分せっかちなんで。いい選手にはなんのかな。今回は中継ぎでいきたいと思います。スタミナ無理なんで多分。で、ただビジュアルって役割がその泉が持っていてくれることで、精神については安定しますね。同栄50、浅上50がいなくても。そこに関しては今、しれっといいとこでは、ありましたけど、今更重なってもなって意味もするんだけどな。精神と変化がめちゃくちゃ入って、あれなんですね。技術が全く入らないんで、これはスルーします。これ、ただ、技術ポイントがもったいないと思ったんで、ごめんなさい。体力がもったいないと思ったんで。変化については777にはいけそう。問題は技術なんだよな、完全に。次、急速でバカでかいの来てくれないかな。ラスト1ターンに全てをかけます。一応、急速の人数もね、その、同栄陸は変わってないんで、デッキ、人数、だから、しかも、その、同栄より筋力を稼げる、泉ってキャラが入ってくれたんでね、どうにかなんねえかな。じゃこれ、負けたら上、話になんねえよ。打線打てよ。あ、金徳も取れてないと思ったけど、海岸もできてないし、やば。やらかした。いや、これは自分が悪いけど、頼む。いい結果見せてんだよな、二次得3つ。どうだろうね、朝霞に使うか、ノア使うか。これは結論どうだろう、高いレベル持ってる方になるのかな、今の使用感だと。ただ浅上いたらもうちょい技術は安定するのかなと、筋力。浅上コントロール練習も持っておりますし、技術に関してはそんな困ることはないですけど、筋トク査定としては今回ノアノンが高くなるんだよ、枚数。ノアノンが高くなるんだよな、多分。浅上やっぱ失敗したらリスク高くなりますから。OK、勝ちました。スカウト評価間に合ったな。うわぁ。うわぁ。マジか。いやー、これはちょっとないな。これはないな、さすがに。もうちょいいいサクセスができたらいいと思ったんですけど、いけませんね。そのためにも泉が欲しいな、やっぱり自分で、自前で。で、優香をその使えるレベルで使えるレベルでゲットしておきたかったですね。はい、残念。これ多分もう終わりだと思います。はい。
先制のピンチを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で、まあ、ただ最後までやりきりますけど、一応一応球速上限はいくと思うんで、コントロール上限を足さないような計算で、ポンコツはもらえるんですけど、その優香ですね、問題は。普通に泉が強いです、うん、今使ったような感じだと。問題は完全に優香にありますね、これは。はい、その優香を PSR で持ってない自分が悪いんですよ。ただ、さすがに優香までには手が、優香まで手が出せなかったんですよ、ガチャ、言うて。母体確保でしか無理で、PSR までさすがに追えなかった。なんで、これはもう、ハゲで45までして、守るみたいにその研究所でやるしかないんで、一応、守るはね、技術ボーナス10までちゃんと覚醒してるんで、うん。そう、守る技術ボーナス10まで一応回復してんだけどな。今回、球速タックが割と良くなかったっていうか、ぶっ壊れの練習は来なかったのか、そっか。そう、全体的に強い練習しか来なくて、しかもその強い練習っていうのは大体筋力によってたんですね、多分。しかも、さっきの変化タックを見てもらえる通り、技術と変化はやっぱ入るんですが、技術、ごめんなさい。変化と精神は入るんですが、技術が入らないんですね。本来技術は入っていいはずなのに、技術が30点ぐらいしか入ってなかったと。戦略勝ちで致命傷になりましたね。あ、ドラ1ですね。一応中継ぎにして結果見ましょう。でエピログ一応ありますと、これ球速171は行きたいな、さすがに。めちゃくちゃミート上がったな。よし、では最終的に査定振っていくわけですが、これ泉のビジュアルを早めに変えた方がいいですね、これは。うん、精神がだだまりしてるんで。まあ、いろいろ取れないよね、もちろん。残念です。非常に残念ですね。うん。まあ、特にその、古着もないですし、さて、言うて。こんぐらいですね。これで、あれある程度やりましょう。あれがあれって、コントロール上限がある程度、どれぐらいいくかと。あ、でも6もいくんで、これで、コントロール上限、割と査定もあるんで、普通に、ありだなと思います。まあ、要は、デッキパワーの問題なんでね、もうちょい試行回数を積んでいかないと強い選手は作れないんですが、でも普通にあり、変化がね、今回はそんな稼げませんでしたが、いつもなら稼げるんで、うん。まあ問題はノアか、ノアか、浅上かと、あと、優香ですね。で、問題なんですが、うん、まあ、強いデッキパワーがより高い方を選びましょうというわけで、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。